やあ、せつなけいすきだよ。記憶少女やっていきたいと思います。実はね、なんか他の実況者さんの動画見たらここに入り口があるんですよ。けど俺にはない。なんでだろうって感じで、まあやってました。それでね、前回のパートにもやったけど、ここの逃げるやつね、これどこに逃げるかも分かりましたね。あっ捕まったらあかんやろ。ちょっとカットね。よいしょ、おっしゃ、いいぞ。こっちですね。前回ここに入ったんはいいけど、ちゃんと音聞いてなかったかな俺。まあこんな感じ。もしかしたら俺あれかな、音を聞いてなくて早く出過ぎたためにまだ入り口におったパターンだったかな。でもってちょっとさっきここら辺でちょっと時間かけて待っといて、で出ていったらいけた。ほらね、なるほどやな、そうかちょっとゲームを疑ってしまったさあせんって感じです。さあせんですまんなこれマジで疑っとったもん。ただちょっと疑うなら疑うで、まあ疑わしきところはあるんやけどね。本当だってマウス映るかな、映らんな。あの出っ張っとったところ、出っ張っとるところ、他の実況者さんの動画見たら入りドアあるもんな。バージョン違うけんかな。俺がヤイヨンは 5.1 だったかな、最新のやつダウンロードして間もないんで。あ、セーブしてない、セーブし、あれセーブしたっけやーべえちなみに曲少女の実況はちょっと1週間ぶりってとこかな、1週間空いたかな、1週間、いやもうちょい空いたか、まあそんくらいですね。ちょっとなかなかどうすればいいんやってちょっと迷っておりました。と、日本人形なんだ、不気味な日本人形が飾られています。ああ、君ここにいたのかさてこっちは、いけるんこれ、いけるんこれ、逃げるパターン、まだ逃げるパターン、いけるん今のよかったんいけるん、おるん、あ、おらへん、あれおらへん、いけるんじゃ、びっくりするわ。さっき追い込んできやがったやつ、こんなとこにおったんかって。よく見ると一冊だけ紐でぐるぐる巻きにされた本があります。持っていきますかぐる紐で巻かれた本、何それ。なんかそういう縛られるプレイが好きなんかなすごい M チックな、ド M な本ですな。こんな本ある、ぐるぐるにされて本を開くことができません。ハサミの刃が入らない、どうすればハサミで切れんのじゃ、どうにかして紐を切りたい、ん、何これまたパスワード来たよ。でタバコがなんか、これタバコ、あ、麻雀、麻雀じゃないよ、これ麻雀ではないよ、オセロ、なんこれ、白だけで見たらなんかの文字になってるパターンとかそういうことかな。あ、これ数字、もしかして数字ちょっと違うかな。ただなんか、なんだろう、これをちょっとなんかね90度回転させてみたら、左上に4、右上に0、左下に7っていうのが見えるんですよ。右下の9でいいんかななんて思うけど、ちょっと試してみようか。この場合だったら4079ってことかな。まあ一応試してみよう、一応。あ、まあ外れとだろうけどさ、なんか怪しすぎるんよこれ。あっとったわだあっとったやったつか、ヒント結構近いところに置いてくれとった、それが良かった。マジか、冴えてる。鍵、どこの鍵、この先に開いてないってことがあったりするんかな。あっ、赤いやつを、あっさり捕まってる。しかもセーブしてない、執事やって。旦那様、奥様、ゆけいお嬢様、みゆお嬢様、申し訳ございません、私があの時寝込んでいたばかりに、
私がもっと早く異変に気づいてさえいれば、あ、気づいていればさえすれば、こんなことにはならずに済んだやもしれないのに、これもすべて私の不甲斐なさであります。そして私と氷女、氷女のは絶対違う。絶対そういう読み方じゃない。責任を感じ、旦那様方が亡くなられた翌日に旦那様方の後を追うことにしました。で、こんな無能な私たちをお許しください。ですが、今、旦那様方の仇が見つかりました。今、ここで、仇討ちをなそうと思います。ああ、見ておられますか？仇が苦しんでいる顔を、仇って読むかな、これ。え、何これ？何したんや？主人公の名前を忘れたけんやけど主人公がなんかしたけん恨まれてる感じなんやな。ようわからんよちょっとカットね。おっしゃー。この先にセーブポイントあるんかな。細かい彫りがされた石板って読む、石板か、なんかのやつかね。セーブポイントが欲しい。カエルくん、カエルくん、こんなところにも入り口、あー鍵こんなところで使えてしまった。あ、お父さんチース、お父さんチース、うん、お父さんチース。あー、お父さん、お父さん何やってんの、お父さん、お父さん、お父さーん、お父さーん、お父さーん、何それただ、何開きませんじゃねえよ、開きませんじゃない、開きま、何これ。マッチ、マッチはいいよ、マッチはいいんやけどさ、マッチの火だけじゃ、あ、関西ここで使うんや、よかった。一体何なの？一体どうして人形が動き出したの？もう本当よ。なんなん、魔術サイドの人間なん？なんかそういう超能力的なことをやっとるん？能力開発に手出したんか？うん。学園都市に行った人間なんか、すごいな。すごいな。あ、セーブ帰る。やったー。お前の偽物おったんや。怖かった、怖かった。ふぅ。ようわからんうちになんか、さらっと日本人形から負けたし、ちょっと今日はいい感じ。あっつった、おったん、忘れとった。え、じゃあ何？あ、そう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 。何やったっけ？本、あ、本取り忘れとる。本どこで取ったっけ？取り損ね、取り損ね、取り損ね。つらいよ、あ、焼けた。ハサミじゃダメだとしたら何？切るものの代表格ってハサミやん。この鎧の人に聞いてもらえばいい。無理ですよね、無理ですよね。さて、なんだ、え、なんだろう。ハサミの代わりにチョキチョキチョキ。ワクワクさんとか知っとんじゃないかな。ハサミ以外に切るもんといえばって言うたら、カッターナイフ。ワクワクさん、ハサミ以外に切るものなんか持てませんかってゴロリ聞いてくれ。やっぱ新しく増えたこっちに何かあると見るんが俺流、俺流度。これ終わった。終わった。ここであれが見つかった。まさかとは思うけど、切るんじゃなくて燃やす的な。えげつな燃やす系のもんバンバン出てくる。その石板もちょっと気になるけど、まだ今はノータッチにするしかないよな。もう動くなよ、もう動くなよ。うん、えっ、みゆちゃん、みゆちゃん、
ミュージョン、ミュージョンおったよ、ミュージョンおったよ。何かイベントは進んだみたい。まあどう変わったかは知らんけど、まあお前はもういいです。じゃあなんだろう、2階とかそういうところに何か新しい何かがあって、何かなんだろうか、何か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 、あとオルンは捨てるよ。よっしゃー、何も増えてないんかな、増えてないね、こちらへんは。じゃあまた上行ってみましょい、上行ってみましょい。それともこっち、おい、甲冑さん、甲冑さん、なんか取らんかったって。かといって、こっちには何もないのか。台所。包丁とか。包丁で切ればいいのに、なんでこんなところうろちっきょ、うろちっきょって。うろちっきょ。ちょっと可愛い髪型。ここなんもなかったけん、多分ここではないんやろうなぁとは思うわけです。だとしたら、こう、久しぶりに入ってみたらなんかありますような感じはあるんだろうか。ないみたいですね。難しいな。もしかしたらなんかの取りこぼしがあるって考えれば、もう入念に調べる必要がバン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 。かといってここら辺はないか、やっぱ2階かな。大人の階段登る、やね。かといって結構調べたんやけん、何もないと思うんやけどな。パスワード終わったやん。あの石板がなんかっつうんが気になるところ。石板？彫りがあるってことはなんかはめ込む系の意思もあるんだろうな。そんな感じ。それぐらいやね。まあ予想できるとしたら。カエル君まだ後ろ向いてる。無視ってちょうで行こう。無視ってちょ。難しいね。なんか増えとるんだろうなぐらいのことしかないよな。まあミュウちゃんがおったけん進展はしたんだな。進展はないね。なんか新しく変わった的なもんがあるんかなと思ったけど、そうでもないんかな。それよりね、あの鎧なんやけど、部屋入って出てくるたびになんか鎧が動きよるわけなんやけど、いつあの鎧がどうにかなるときが来るんだろうな。どうにかなるって言うても何が何がどうなるかなんて正直わからんけどね。この部屋もう用済みかな。 HP めっちゃあるやん。そんなに回復したん俺。知らぬ間にって感じ。嘘やん、なんもないっすやん、なんもないっすやん。ちょっと中学2年生の女の子の力で燃やせるでないか。燃やせるんでないか。そうやそうや、よう考えたらマッチ持っとったわ。ちょっと待って、じゃあ何？俺がいろいろ探し迷った、無駄足。やられたな、これは。あれ？何？何も書いてない、嘘。鍵が挟まっていた。本なのに何も書いてないっていうか。嘘やん。鍵。鍵ってなるとやっぱ新しく増えたエリアやね。鍵かかっとったところがあったはずやけんね。ふん、何これ、なんかね、あれよ、あのオセロのやつスラッと解いたし、もう一つもすぐに、ああ日本人形もさらっと買ったしさ、いい感じって思っとったら最後にこれだよ、もう。やられた。はい、
というわけで、まあ今回のパートはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。